はようございます。相変わらず誰もいないな。こう毎日みんな遅刻とは。おはよう部長。早いね。君が遅いんだな。まあまあそう言わずに。今日はまだ出ていないゲームに挑戦してもらう。出てないゲーム？どんなゲーム？アクションゲームだな。敵を倒しながら探索し、アイテムを駆使して謎を解いていく。メトロイドバーニアと言われるゲームだ。うん。まだこのゲームは発売していないので、そのデモ版になる。デモ版なら余裕っしょ。ならいいが、早速始めていってもらおう。了解。まずはオープニングだ。なかなか壮大な出だしだな。剣が3本表示されている。なんかの比喩かな。タイトル画面だ。全部を。このゲームは日本語版。英語表記は都度解説を読むようにしよう。助かる。まだ英語を勉強しておきます。ムービーが始まったな。ゼルガという国が舞台みたいだな。で、来たるべき戦争に対して会議を行っているようだ。結論が出たようだ。どんな結論が出たんだろう。ブリガードの指示に従うようだ。それだけだとよくわかんないね。何が起きたんだ。戦略の変更をしたいと言っている。携帯は待っていることに退屈しているようだ。待っているだけって暇だしね。アルカゼルはすごく信用されているようだ。さっきのおっちゃんだね。今度は何が起きたんだろう。地震が起きて暗闇に包まれたようだぞ。何が出てきた。2D キャラのドット絵だね。光の中心にいるのがバルキリーだな。行くぞ乙女。本当に存在したのか。簡単な英語のセリフはわかるんだ。そうだね。一応状況の解説をしよう。生死の間に追い込まれているようだな。とりあえず地震に巻き込まれて閉じ込められているわけだし、確かにこの状態ではよくわからないだろうな。セリフは比較的簡単な英語で助かった。この登場だけだと魔女と変わんないね。進むかとどまるかを決めないといけないようだ。でも行かないと話が進まないよね。大将は行っちゃったね。確かにこのままではどうしようもないから行くしかない。みんな大将についていくみたい。ここでようやく操作キャラを選ぶことになる。まだこのタイミングでは一つしかクラスを選べない。操作キャラじゃないんだ。まあでもなんだ。それしか選べないししょうがないね。じゃあ始めていこうかな。なんか新しい場所に出たね。遠くに塔とか見えね。最終敵はそこに向かうのかな。ようやく操作キャラも登場だな。まずは周りの探索だね。セオリーだと右に進んでいくんだが、先の案内を読むべきだな。左は何もないね。西はシブナ砂漠、東が蜘蛛の巣のようだ。って地名なのかな。とりあえずジャンプではしゃいでみる。またこの辺りは敵が出ないから問題ないな。ステータスを確認してみるよ。一応操作方法も確認だね。ちなみにコントローラーは PS4 のものを利用している。その辺りを忘れないように。さて進んでいこう。スキルのチェックもして。ちなみにスキル活動が RT ボタンと表記があったが、
LT ボタンじゃないと発動しないので注意が必要だな。誰かいる。彼女はバルキリーの幼リアンドリスらしい。行方不明の守護者を探してこいと言っているな。そして成功したらすごい力が与えられるとのことだ。そうなんだ。出回ったこともない人を探してこいなんてひどい話だね。出てないぞ。そうか。敵を倒すと回復アイテムが出るのでしばらくは普通に戦いなさい。兵士が見えてきたな。スティックの上で会話できるぞ。ふむふむ。とりあえず周辺の調査を言っているといったところか。ジャンプで壁に掴まれたね。正確には手の届く崖には手をかけられるようだ。あの崖は真下からでは届かなそうだな。じゃあこの場所からジャンプして捕まる感じだね。チュートリアルが出てきたな。ボタンで攻撃だね。黄色のアイテムが出たと思う。これでスキルのポイントが回復するぞ。今度は強攻撃のチュートリアルだね。上にスライムがいるね。落ち着いて攻撃だ。ここは床を降りる操作のチュートリアルだね。今度はガードのチュートリアル。ここまでの操作ボタンの誤りはなさそうだ。2回目の攻撃は効いてない。まあそうね。宝箱が見えるね。これもスティックの上で開けることができるぞ。オーションかな。これは十字キーの上で使うことができるぞ。この上のはしごに届かないけど、いつか行けるようになるんだろうな。今度は回復のチュートリアルだな。普通にジャンプでかわして倒しちゃった。進めなくなるわけではないのでいい。また新しいキャラクターが出てきた。なんか気分を切り替えろ的なことを言っているな。そして洞窟の中には化け物がいるぞと。ゲームなんでお約束だね。奥洞窟が見えてきた。なんかにぶつかった。相手も気絶しているな。やられてしまった。これでゲームオーバー。どうやらそうではないようだな。ナイススタート。回避とブロックを知らないのかって言われているな。知ってるけど使えてなかった。とりあえず洞窟に入っていきますか。ロード長いね。意外に中は明るい。なんか疲れている兵士がいる。焚き火をしている兵士もいるな。ここまでひどい場所でもない気がする。軍隊の半分がなくなったようだな。何人かは探索に入ったようだ。南下彫刻のようなものがある。あれがセーブポイントだ。硬化することでセーブできるはずだった。はずだった。デモ版なのでセーブできないらしい。え？とはいえ回復はできるのでそこは安心してよい。それよりも途中でやめられない。また何かあった。何かしらの宝石のようだな。勝手に扉にはまった。そして仕掛けが動き出したな。なんとこれで下に行けそう。
何人かは下に向かって行ったな。そして太った人は汗かいている。でも行くんだ。さて自分も先に進んで行こうか。さっきから弱った敵が出てきた。下に入っていったけど、なぜかランタンついてるね。細かいことは突っ込まなくて。BGM もついてきた。箱は壊してるんだね。上から飛びが飛んできた。気をつけて進まないと。こっちから飛びがあった。だから気をつけろ。なんかアルマジロみたいなのがいる。オッカクシツロ。この辺りはメトロイドバニアだ。何のガードだろう。このコウモリの攻撃のガードだ。今度は雲か。雲を撃って雲の上に落ちるぞ。これで雲の穴は塞がれた。人が倒れている。スティックの上で持ち物を取る。金を使うのはしばらく先だ。右側は何もないか。この音を聞くと上から何か降ってきそう。案の定だった。設定上、わけのわからない世界に飛ばされているだからな。腹を空かせた雲か。別に助けたいと言ってないけど。でも地図をくれた。これで現在地を確認できるようになる。 PS4 のシェアボタンでマップが確認できるな。早速確認してみる。今はすでに通ってきた場所だけ表示されてるね。人を漁って回避のチュートリアルが出てきた。カレー回避。エントリー攻撃に当たった。敵自体には当たり判定はない。
並みに雲の眉みたいなのに捕まっている兵士もいるが、じゃあ積極的に壊していかないとね。Plus X ボタンで発動だな。